これまでのバイオハザードリベレーションズ。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。会場で通信リンクが切れている。クイーン・ゼノビア。この船のどこかに二人はいる。無人の船内に不気味な気配が。まさしくゴーストシップだぜ。銃かしら。嫌な予感がする。どこなの、クリス。クリス。人形。こいつは。しまった。罠か。ようこそ真実へ。バレンタイン。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はバイオハザードリベレーションズエピソード2、続きやっていきたいと思います。1からね、ジル・バレンタインが何者かに囚われたのかな。これ誰だ。あ、前の話になるのか。ジェシカ、もう少しだ。もう、そんなハイキングよね。足太くなっちゃう。情報通りなら、奴らのアジトは山の向こうのはずだ。さあ、ジェシカが出てきました。けどさ、この天候のせいかしら。まだ本部と連絡つかないし、雪山で数時間とか、本当ありえない。さて、本当ありえないと言っちゃってる人がいるけど、構いなし。飛行機。おお。飛行機が落ちましたね。近辺空域に航路はなかったはずよね。だが俺たちの追っているアジトの情報とは一致する。急ぐぞ。さあ、墜落現場に向かっていきます。ジル・バレンタインの方じゃないんだね。あ。落ちてる。調査を始めるぞ。手がかりは必ずあるはずだ。墜落現場を調査する。いや、特に何も。製造者いなそうだな。欠片も見当たらねえよ。認証機F、 武器で壊せそうだ。なるほど。ハンドガンとショットガン、グリーンハーブ。クリス、もう少し輸送機を調べましょうよ。まだ何かあるはずよ。これクリスだったんだ。無視してる。ずっと無視してるぞ。ああ、もう一度やり直しましたけど、何かあるのか。扉だ。あ、死んでる。工作員、ジェネシスで調査してみよう。ん？あるぞ、なんか。飛行計画書。飛行計画書。ここからは目的地が割り出せるな。目的地はバルコニネ目的空港。そこがベルトロのアジトから。坑道を抜ければ近いはずだ。坑道を抜ける。それがこっちか。ジェシカ、来てくれ。待って、今手を貸すわ。来ましたね。さあ、坑道の中に入っていきました。坑道も寒すぎ。
風がない分まだマシだ。よいしょ。何かがいるね。こいつら感染している。感染している。気をつけろ。こいつら調査させてくんねんだな。奴らの復活が本当なら、ああ、俺たちが止めないとまた多くの人が死ぬ。さあ、弾も拾いつつ、向こうもあるけど。いるね。強くね。まだいる。親分じゃん。痛い。どこだ。お前か。回復。消えちまったぜ。ワンちゃんたちのアジトか、ここは。向こうからも来れたんだね、多分。あ、降りてくるタイプか。はい。行きましょう。橋が、あ、いる。ナイス。F。おお、行ったね。VOW デコイ。グレネード系のサブウェポンの一種。なるほどね。G だっけ？次は？めっちゃいるね。これ。OK。強かったね、あれ。これ強いな。いただこう、いただこう。あとはハーブ。ワンちゃんたちが多い時にはあれを使っていくと。確かジルだったのね。何の話だ。任務に集中。任務に集中。前に組んでいたんでしょ。前の組織からパートナーだ。まずかなって思ったから確認しただけ。めっちゃあるやん、デコイ。VOW デコイ。広い場所に出たな。これは、あるね。あらま。言わんこっちゃない。ピンチすぎる。なるほどな。今そっちに行く。アホめ、いて。やばい、これ。私も。近い近い近い。あ、使用。デコイもうないの？デコイもうない。
痛い。愛しのジェシカ、早く来てくれ。やばい、近い。愛しのジェシカ、これもうないんだ。やばいやばい、怖いぞ。愛しのジェシカ、愛しのジェシカ、あ、愛しのジェシカ。すまないジェシカ、弾だいぶ使っちゃったな。さっきの続きなんだけどさ。何のどの続きだ。私とジル、どっちがいい感じ。比較は簡単だ。望む答えを返すこともだ。だが必要なのは言葉じゃないはずだ。そうくる。じゃあこの任務で信頼勝ち取らなきゃね。うるさいな。なんだこの黄色い点は。見て。ん？あれが空港？あそこがアジトか。なるほどね。何かいるかい？お、飛行機だ。こちらフォークボール、聞こえているか？クリスだ、聞こえている。無事なのか？今どこだ？ここ数時間障害で通信できなかった。現在地はマルコイネ目機だ。しまった、あれは罠だったか。どういう意味だ。偽の情報に踊らされた結果、地中海へ向かわせたジルとパーカーの通信が途絶えた。現在も消息不明だ。どういうことだ。二人に何を。クリス見て。あれはまさか。オブライエン、残念ながら悪い知らせよ。ベルトルの紋章を見つけたわ。ベルトルの復活は真実だと。だとすれば、ええ、ジルとパーカーがはめられた罠も、もしかしたら奴らが。いや、可能性は否定できん。オブライエン、俺たちはジルとパーカーの捜索に向かう。いいな。構わん、今すぐ地中海に向かってくれ。あとは我々が引き継ぐ。ねえ、一体何が起きてるっていうの。考えている暇はない、行動開始だ。ナコシちゃん出てきましたね。ああ、なるほど。これで、2の1とかが終わりかな。引き続きやっていきましょう。こっちはジルじゃないか。囚われてるとかじゃないんだ。何？あ、違うね、場所が。さあ、どこに行くのか。バカ。今どこだ。わからない。船のどこかだとは思うけど。くそ、武器も奪われてる。本部との連絡は？ダメだ、通信リンクが繋がらない。とにかく合流しよう。トッチョパーカーがと離れ離れだね。ネジ、スクリュードライバー。行かなきゃいけないと。おトイレですね。ん？あ、これか。ハーブ1。ん？嘘だろ。
そんな張り方ある。そこに何かあるかもしれない。線を抜く。はい、ん、何もないんかい。とりあえずじゃあ行きましょう。あれ、回避ができる W。 あ、やべ、今それどころじゃない。何もねえぞ、だって。そこになんかあんのかな。あれ、回避できないじゃん。ゴリゴリ格闘だけど。いや、何もない。今はそれどころじゃない。あ、そういうこと。あそこまで引き寄せないと意味がないってことか。これは効果、どういうことだ。あー、はいはい、こういうことね。いやでもな、弾ねえのよ。南京錠、武器があれば壊せるのに。え、めっちゃ食らってんじゃん。はい、丸腰汁。ちょやべ、食らっちゃってんじゃん。丸腰です。スペースを押すか W を押す。通り過ぎてった。あ、めっちゃいるじゃん。ハントガン、弾、あー、ショットギャンね、あれ。くぼみ。やべ、使っちゃった。なんてこった。くぼみに何かはめなきゃいけない。出てきたよー、ぬるっと。こっちの部屋かな。いるね。なんか食ってるぞ。ゴミに何かはめる。あ、こっちか。来なさい。あー、大広間みたいなとこ来たね。ここも一緒か。銃くれ、銃。怒りの装飾。なんかそんな鍵、なんか扉あったね。あ、
ドチョパーカー。大丈夫か？平気よ。でも船内は化け物だらけよ。ああ、武器が必要だ。俺たちの装備は途中で見つけたんだが、二人ならなんとかなるかもしれん。こっちだ、手伝ってくれ。見つけたんだ。ちょっと待て、この先に奴らがいる。途中でこいつを見つけたんだが、使えないか。なるほどね。オーケー、奴らはうまく負けそうね。引き合わせたいな。武器のありかはまだ先だ、急ごうぜ。コッポみじんです。生きてるかーい。どっちかを回避しないと。あれ、ダメだったね。逃げろーい。おお、やばいね、やばい、めっちゃ食らうやん。待って、とりあえず武器のありかはまだ先だ。別に、あ、とりあえず ここは別に普通に。一応銃くれ、銃。もうあれか、ハンドガンの弾がパンパンだな。俺たちの装備は、カスタムパーツ。この奥だぜ。オッケー、行くか。お、いいね、パーカー。かっちょいい。あ、ボックスじゃん。なるほどね。奪われた装備。はいはい。カスタムパーツを持っていれば銃改造。ここで改造できるんだ。ダメージ1。カスタムパーツ。これ。はい。決定。なるほどね。面白いですね。で、こっからは撃ちまくれると。武器は取り戻した。どうする、ジル？本部と連絡を取り、状況確認する必要があるわ。戦況に行けば通信施設があるかもしれない。探してみるか。ここは俺が閉じ込められていた部屋だぞ。これがパーカー部屋？それにしてもあのガスマスク野郎、何をしたいかさっぱり謎だ。え、なんもねえや。じゃあ戻れと。あ、同じように開けたんだ。ドライバーあったのかな、トイレに。では鍵、まあ帰るしかねってことね。あと一人。早っ。スキャン、スキャン、スキャン。あれ、なんで？くねえか。
やっちゃうか。スキャン。ヘッショ。おう。スキャン。さあ、なんかさ、くぼみがどうのこうのって言ってたけど。バードリーダー。なんか知ってるかい、パーカー。たくさんいるね。オッケー。なんかありそうだな。こっちは？あ、開かないんだ。めちゃくちゃ弾あるな。とりあえず、ここの怒りのマークもそうだし。いや、くぼみにはまるもんねえよな。あ、すごい動くじゃん。合いそうなもんない。とりあえず戻るしかねえ。あと、ベロンチョ。パイみたいだったね。ハマグリ。さて、ここから来たのか。ここには、ああ、そうだね。くぼみはまだ先なのかな。うん。まだ先っぽいね。なんだこれ。カードリーダーについた金庫。カードリーダーを探すとなんか取れんのか。待て、あ、下置いちゃった。あ、でも寄ってってんね。あ、やってくれ。こいつはなんか強そうだぞ。もうないぞ、弾が。ちょっと待って。あ、ここ出てきたのか。え、弾ねえぞ。どこに何があるんだ。そうか、そういえばそうだった。弾探しながらやるゲームだった。あ、カスタムパーツだ。なんもねえな。
いや、なんかねえのか。お、グリーンハーブ。なんもねえな。パーカーの部屋になんかあるってことか。グリーンハーブ。ここが鍵かかってて、ここはアイテムはされるんだよね。ない。ファイヤーレート。なんもねえの？そこをあれか、壊すしかねえのか。なるほどな。壊すだけか。ここはまたダリンの装飾。ないね。エレベーツ。入れます。え、どっち行ったらいいんだろう。まあ、下でいいか。なんとなく。んで？いいね。ああ、ここに来たのか。なるほどね。繋がったわ。オッケー。早く。上行きます。あ、来るかな。なんか出てきそうだけどな。ハンドガンの弾。なんかあるな、向こう側。戦況に出たわ。手榴弾。他には。でもなんか焦げちゃってんな。通信システムが破壊されている。これじゃ操舵も不可能。完全に漂流ね。困ったもんだぜ。犯人は近くだ。え、爆発したぞ。あ、うわ、意図的にやられてんな。完全に孤立というか。このままでは脱出不可能になるぞ。あれ、抱きつかれた。誰だこの赤髪。そこまでだ、武器を捨てろ。お前が捨てろ、パーカー。貴様何者だ。あれ、嘘でしょ。パーカーやられる。あー、これでエピソード2エンドなんだ。パーカーが心配ですね。はい、ということで今回はエピソード2やらせていただきました。
クリスたちの話と、まあ、ジルたちのね、ジルたちはまだ生きてて、船がね、沈められてしまったっていうところで完全に孤立というかね、取り残されてしまっている状態で、この赤髪はどういう人物なのか、クモカ全くストーリーを知らないのでとても楽しみですね。はい、ということで今回この辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。